これ別にでも色塗ってるわけじゃなくて、じゃあクイックマスクっていう別のレイヤーとして、うん、あ、そうそうそう、が出て、こう今選択範囲を取ってて、あ、保存全然してなかったんですよ。これね、デジタルのね、デメリットの一つというか書いたものがね、ある日突然消えちゃうんだよ、うん、デメリットって言っても、うん、アナログの時代、そのインクこぼしたら同じだね。そうね。それぐらいの確率ではあるかもしれない。でも、そのインクをこぼさないことは気をつけることはできるんだけど、うん、そうね、パソコンはいつ死ぬか誰も知らない、うん。アンチウイルスのソフトなのか、うん、アップデートなのか、わからないけど、うん、なんとなくパソコンが死ぬ。そう、だから気をつけるで言うと、こまめに保存するっていうことを気をつける感じかな。ね。ちょっとクイックマスクだけ追加しました。ああ、全然使ってなかった機能。あ、そうなんだ。どうやって使うんだ。クイックマスクめちゃくちゃ使うんで、これ別にでも色塗ってるわけじゃなくて、こう今選択範囲を取ってて、新しいレイヤーは入れないでできてるわけ。いや、入れてます。ここに今作ってる。じゃあクイックマスクっていう別のレイヤーとして、あ、そうそうそう、が出て、でもう一回押すと消えて、そこが選択範囲になるっていう。あ、でそれの何がいいかっていうと、こういう髪の毛の流れの線を今から描こうと思ってるんだけど、はい、そういうのってやっぱりはみ出たらかっこ悪いから、かっこ悪いし面倒くさいから、こうやって選択範囲を取っちゃってから描くと楽。書いて消す、書いて消すより全然、そう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 、全然楽。へえ。髪の毛の中だけっていうね、範囲がもう決まってるのであれば、こっちも楽かな。私レイヤーマスクとかフォトショップとか使ってるんだけど、うん、やっぱこういうなんかクイックマスクっていう言葉になっちゃうと、うん、なんかちょっと怖くなっちゃう。なんで怖いの？新しいレイヤーが現れて、で、これ、はいはい、このレイヤーは何なの？そうそうそう、あれは一時的なレイヤーなんで。ああ、そう、もう一回解除すれば消えるんで。変更するために 何ボタンを押した？これクイックマスクの実行解除、これを出すためにはこのコマンドバー設定で、ここがコマンドバーっていう欄なんだけど、うんうんうん、ここに選択範囲のクイックマスクをこれ追加した、はい、追加して、 そしたらもうこれが出てくるんで、うん、あとはこれを押せばいいだけ。うん、逆に選択範囲を狭めるときにもこれ使うんで、でね、このレイヤーを変えて選択範囲を取ったっていうのも後で聞いてくるんで、まあ、ちょっと後で説明しますね、うん、それも。おお、楽しみ。バケツでガバッと塗りたいんだけど、うん、これ一個一個チョンチョンチョンってこうね、ワンブロックずつ塗っていかなきゃ本当は塗れないんだけど、うんうんうん、そんなのめんどくさいんで、はあ、塗ってみよう。あれ、さっきクイックマスク作ったから、じゃなくてこれなんですよ。 このレイヤーを無視するっていう塗り方をしてくれるんですよ、うん。でこのレイヤーなぜかっていうと、下書きレイヤーなんで、下書きレイヤーは無視して塗ってくれるんで、なんでここだけ分けといたと。そしたら後の処理がしやすい。まあ、なるほど。この子はあのカラー塗らなくても、漫画でも連載でもトーンここ貼んなきゃいけないんで。ああ、そう、同じ、あ、じゃあ同じ技術は使ってるんだ。そう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 。うんうん。で、それで忘れちゃダメなのが、最終的にこれ書き出しするんですよね。まあ、だいたいフォトショップドキュメント。うん、で入稿するとき書き出しするんですけど、これね、出力イメージ、これ下書きをチェックしとかないと、うん、さっきの髪の毛の線全部抜けちゃうんで、あ出力するときにこれだけ忘れないように、まあそれか、まあ、めんどくさいけど、出力前にこれを通常レイヤーに戻すかですね。なるほど。あ、でも数枚あるなら忘れる可能性はあるね。そう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 。まあ一回多分みんな一回書き出して、あ、あれ線が消えてる、そうそうそう分かったらその後に直せばいいか。ただね、そう、それもなんか、まあ、連載の話だけど、うん、いちいちねもう書き出さなくなってくるんですよね。要はプリントアウト しない、うん、とりあえずもうデータとして書き出したらそのままそれを入稿しちゃうんで、あ、要はすり上がってきたときにそれを気づくっていうことに、あ、まあ、それは怖いな。実際あったんでね本当、は
少し軽くどういうようなコンテンツをやってるか紹介していただけますか。はい、漫画家チャンネルという YouTube チャンネルをプロの漫画家である僕が、いろいろ漫画にまつわるようなことをいろいろと、まあ、やってみたり語ってみたりする動画をねいろいろ上げてるチャンネルがあるんで、まあ、よかったらそちらもねぜひ覗いてみてください。あとはドキドキチャンネルも登録お願いします。じゃあ川上さんありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。バイバイ。はい。